それでは続きまして、前港区議会議員の山本晴美より、実際に彼も米国ロサンゼルスグレーテージに参りました。そのお答えをさせていただきます。はい、JR 横浜駅西口を通行中の皆様、暑い中大変大きな声でお騒がせを申し上げております。こちらは慰安婦像設置に抗議する全国地方議員の会、慰安婦像設置に抗議する全国地方議員の会でございます。ただいまご当地、横浜駅西口の委託をお借りいたしまして、アメリカ合衆国カリフォルニア州のグレンデル州をはじめ設置をされております、この慰安婦像、この間違った誤解と偏見に基づいて設置された慰安婦像というものを設置に抗議をする、そしてその原因となったこちら旗や、そして車のこの看板にも書いてあります、今から21年前のありがとうございます、ありがとうございます、当時官房長官で地位にあった党の要件紙を国会に招致をする、そしてこの頃に出されたいわゆる混乱は一方的に従軍慰安婦になるものの、しかも軍の強制性があったということを一方的に認めた、この談話の再検証を求めていく趣旨の署名活動を行っております。どうか皆さん署名にどうかご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。今日は栃葉県一神奈川県議会議員、そして東京からは松浦芳子杉並区議会議員、田中裕太郎杉並区議会議員、栃木県文中中央区議会議員、そして私は全港区議会議員山本英樹と申しますが、こういった全国の地方議員が集まりまして、今月までこの今年の春からこのコロナ禍の再検証を求めるための国会にそのことを求めるための署名運動を行っておりました。皆様から寄せられました署名を私たち責任を持って国会に、そして政府に届けていく、そしてこの日本の名誉を汚す原因となったいわゆるコロナ禍というものの再検証というものを私たちは求めてまいりたいというふうに思っております。どうか皆さん日本の歴史、日本の国、そして日本の文化、そして日本の未来の名誉がかかっている大変重要な署名活動でございます。どうかご理解とご協力いただきますよう、どうかよろしくお願い申し上げます。私たちは超党派の全国の地方議員の集まりであります。自民党の議員もおりますし、日本維新の会の議員もおります。みんなの党の方もおられます。私たちはその1月に、アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス市国近郊にあります、グレンデールという町の市立公園に建てられた慰安婦像、その設置に抗議をする、そして現状を視察するために私たちはご命をいたしました。そして私たちは、この市立公園に慰安婦像なるものを設置する、これを認めた市議会議員の皆さんにも面会を求め、なわけでありますけれども、残念ながら面会は叶いませんでしたけれども、全国から寄せられました当時は321人、今報告されておりますけれども、これを各地の自治体の皆さんから寄せられた署名を持ってアメリカに乗り込んでまいりました。本来であればこれは日本の国が取り組むべき課題、日本の国会議員の皆さんが本来取り組むべき課題であります。しかし私たち地方議員も黙ってですね、この状況を指をくわえて見てるわけにはいかない、こういった捏造された間違った歴史観に基づいて日本の名誉を汚すようなものが作られている、これをですね、作ったこのいわゆる韓国のロビー団体はじめ、あるいはそれを認めたアメリカの今回であればグレンデール首相に対しても私たちは怒りを声を上げておりますが、そもそもこういう事態に至ったまで何ら積極的な有効的な対応をしてこなかった日本政府、日本の国会に対しても私たちは同じ日本人の、そして国を愛し郷土を愛する議員としてこれを容認することができない、その思いでただいま署名活動を行っております。
どうか皆さんから寄せられましたその署名を私たちは国会として政府に送り届けていきたいと思っております。法務官はすでにこの春に行われました国会の予算委員会でも山田洋氏、日本維新の会、衆議院議員の質問の際にですね、参考人としてこの河野官房長官のもとで副長官をやっていた石原信夫氏が検証を行っていない、裏付けを取らないでこの談話を出したということを認めております。そもそも韓国会後の話し合いの責任、問題ならば国と国の責任者が話し合う責任、いわゆる慰安婦と言われる女性たちが取り込んできて大騒ぎをして冷静に話し合いができるような状態でもなかったという話もしております。まんまと相手側の口車に乗って、そしてこれを認めてしまった。ここで何とかいい顔をした相手の要求のみはもうこれから先はこういった問題を引き継がないだろうという安易な考え方で日本人の文化と誇りと魂を売り渡したと言っても過言ではない。当時の元官房長官、そしてこれに賛同した関係者に対して私たちはこれを決して許すことはできません。日本のこの歴史、日本の文化、これを汚す原因となったこの談話、もっともその原因となった朝日新聞というのもありますけれども、とりあえず今日はこの談話、党の要件者の国会招致、そしてこの談話の再検証を私たちが強く求めるためにただいま署名活動を行っております。どうか皆さん、今日お子さんの量たくさん歩いております。これからも未来永劫50年、100年、200年、日本は野蛮な国だ、日本はひどい国だ、日本人は最低の民族だと言われ続けるような、そういう状況を私たちは決して見過ごすことはできません。日本の歴史を取り戻すために、日本の名誉を取り戻すために、どうかこの署名にご協力いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。私は、前港区議会議員の山本恵司と申します。ご清聴誠にありがとうございました。ただいまは、前港区議会議員の山本恵司より、皆様への署名をお願いでございました。